皆さんこんにちは、ゆうのがいきでございます。本日9月11日にアスマートから何かが届きました。まだ中身確認してないのですけども、多分ディスパッチャーズのグッズでしょうかね。とりあえず開けていきましょう。何でしょうか。オープン。モバイルバッテリーと、あ、ディスパッチャーズのやつですね。やっぱりモバイルバッテリーと、あとステッカーですね。これ、この封筒みたいなのに入ってるのは、はい、こちらの2点僕購入いたしました。まずはステッカーの方から見ていきましょう。ステッカー5種類入っておりました。ノートパソコンやトランクケースなど貼ったりできますね。自分はコレクションとして買ったので、ラワップマルチケースに入れておこうかなって思います。個人的には音楽アプリのステッカーが好きですね。もう一つモバイルバッテリーですね。白と黒の2種類販売されておりまして、黒の方を選びました。開封していきましょう。はい、モバイルバッテリーと USB ケーブルですね。本体の裏側にはディスパッチャーズのロゴが描かれております。コネクターは、マイクロ USB ですね。自分は iPhone なので変換アダプターを購入しないといけませんね。こちらに USB を挿すところがあります。はい、ステッカー、それからモバイルバッテリー、こちらの2点を紹介いたしました。アキートさんのソロでは初ですね、グッズを購入したのは。再販したらディスパッチャーズのマスクやタンブラーが欲しいですね。それではまた。